それではご案内の時間となりましたので、ただいまから市長定例記者会見を始めます。次第に従いまして、に年頭挨拶、市長から皆様に新年を迎えての挨拶があります。市長お願いします。はい、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。昨年は長期化する新型コロナウイルス感染症への対応として、市民の健康安全を守るためワクチン接種への取り組みとともに、社会福祉施設や学校の職員を対象とした PCR 検査体制を充実するなど、引き続き皆様方のご理解とご協力のもと、感染拡大防止に全力を尽くしてまいりました。また感染症の影響を受けている市民の皆様に対しましては、住民税非課税世帯への経済的支援や、ひとり親世帯など困難を抱える方への支援を行ってまいりました。事業者の皆様に対しましては、資金繰りへの支援や市内の消費喚起につながる取り組みなどを行い、地域経済の回復に向けて積極的に取り組みを進めてまいったところでございます。さらにエネルギーをはじめとする物価の高騰に対しては、子育て世帯への臨時特別給付金の拡充や、盛岡企業エネルギーサポート給付金など幅広い経済対策により、必死に頑張っている市民や事業者の皆様を守るため、総力を挙げて取り組んできた1年でございました。一方、コロナ禍ではありましたが、明るい話題も多かったところでございます。まず盛岡三叉踊りやチャグチャグ馬コ、盛岡北上川ゴンボート川下り大会、岩手盛岡シティマラソンなど、待ちに待っていたイベントが規模を縮小しながらも3年ぶりに開催をされ、市民や観光客など多くの皆さんに喜んでいただきました。盛岡三叉踊りでは、うるま市と盛岡市の友好都市提携10周年を記念し、うるま市長をはじめ記念団によるパレードや獅子舞、伝統エイサーなど、うるま市の伝統芸能の特別演舞を披露いただくなど、大いに盛り上がりをいただいたところでございます。また10月には盛岡で初めての国際大会となるクライミングワールドカップが開催され、盛岡市出身の伊藤双葉さんをはじめ世界のトップ選手が集結し、熱い戦いを繰り広げられました。同じく10月には盛岡市と都南村が平成4年の4月1日に合併から30年目の節目を迎えたことから、都南地域の魅力の再認識と、県と盛岡としてさらなる発展の契機とする盛岡都南村合併30周年記念事業を開催したところでもありました。さらに本市におきましては、引き続き新型コロナウイルス感染症防止に万全を期すとともに、雇用の維持、事業者の資金繰りや事業継続への支援など、コロナ禍からの地域経済の回復の歩みをより確かなものにするとともに、将来を見据えた地域経済の活性化への取り組みを着実に進め、持続可能な地域社会の形成を目指してまいりました。中でも盛岡の特徴を生かした取り組みといたしまして、令和5年において JR 田沢湖線前方駅が開業するほか、岩手県との共同により整備を進めてまいりました岩手盛岡ボールパークがオープンすること、盛岡市動物公園ズーモのリニューアルオープンなど、さらなる町のにぎわい創出や市民生活の利便性向上が図られるものと考えております。また、令和6年の春の供用開始を目指して、道の駅盛岡渋民と啄木記念館、玉山歴史民俗資料館の整備や、盛岡市立図書館のリニューアルなど、事業が進められており、にぎわいと交流を生み出す新たな拠点として早期の完成を目指しております。市民生活におきましては、同性パートナーシップ制度の導入や、岩手県内の自治体では初となる犯罪被害者支援条例の制定に向け検討を進めるなど、
生きづらさや困難を抱えている方たちに目を向け、支えることであらゆる人が自分らしく生き生きと暮らせる街を目指してまいります。結びになりますが、新型コロナウイルス感染症拡大期には人の移動の制限や活動の自粛を余儀なくされておりましたが、現在は感染拡大を防止しながら行動制限が緩和され、アフターコロナを見据えた動きも出てきております。また新型コロナを契機として地方への新たな人の流れやデジタル化の加速など新たな社会の動きも活発化しておりますことから、この動きを的確に捉え積極的に施策を講じながら、本年を新たな飛躍の年と位置づけ、誰もが住みよい東北の拠点都市としてさらに発展が続けられるよう全力を尽くしてまいります。本年が市民の皆様にとって健やかで実り多い年となりますよう心より記念申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。市政記者クラブの皆様方には本年も盛岡市政発展のためご支援ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。はい、それでは続いて3発表事項に入ります。盛岡市動物公園のリニューアルオープンについて、令和4年度盛岡ブランド表彰、盛岡暮らし物語賞の決定について市長から発表いたします。お願いします。はい、それでは最初に盛岡市の動物公園のリニューアルオープンについてでございますが、令和5年春のリニューアルオープンを目指して現在改修工事を進めている盛岡市動物公園ズーモでありますが、リニューアルオープンの日にちを決定しましたのでお知らせをいたします。リニューアルオープンの日にちは令和5年4月の20日木曜日でございます。新しい盛岡市動物公園ズーモは、人と動物と自然が共生する動物公園、人と動物が参加する新しい福祉の形をコンセプトに、来園者の方々が岩山の豊かな自然環境の中で動物たちの生き生きとした姿をご覧いただけるよう、ランドスケープデザインによる景観を改善し魅力的な空間を創出を図っております。また展示方法につきましても、既存施設の改修とともに新たな施設も整備しており、ツキノワグマ、テラスやキリン、プラットフォームなど動物たちをより近くで感じられるよう随所に工夫を凝らしております。リニューアルオープンの際には多くの方にぜひお越しをいただき、生まれ変わった動物公園を楽しんでいただきたく、4月の開園に向けて関係者一丸となって工事の進捗を図ってまいります。2点目でございますけれども、令和4年度の盛岡ブランド表彰、盛岡暮らし物語賞の決定についてでございます。市では平成19年度から盛岡ブランドの推進に寄与し、その功績が顕著であると認められる個人または団体を盛岡ブランド表彰、盛岡暮らし物語賞として表彰しており、このほど令和4年度の受賞者を決定いたしましたのでご報告いたします。今年度の受賞者は3団体でございます。1団体目は関口屋菓子舗でございます。同店舗は明治26年の創業から変わらない製法で盛岡駄菓子の製造を続けられており、長年にわたり盛岡駄菓子の継承と振興に貢献してまいりました。2団体目は新岩手農業協同組合東部営農経済センター玉山特産物産物の加工センターでございます。同団体は玉山地域に根付く在来種である黒ひら豆の加工品の製造に取り組んでおり、南部ひら黒の開発により認知を拡大するなど、玉山地域の振興と農産ブランドの推進に貢献してまいりました。3団体目は公益財団法人盛岡国際交流協会です。同団体は異文化体験講座などにより交流機会を創出するほか、
中学生による国際交流スピーチコンテスト等を通じ、子どもたちの国際交流意識の醸成に努めるなど、盛岡市民の国際理解と国際協力の促進に貢献してまいりました。なお、表彰式は1月の20日金曜日でございますが、午前10時30分から市長応接にて行わせていただくこととしております。私の方からは以上でございます。ただいま2件発表事項ございましたが、これに関連しまして質問等ありましたらお願いいたします。質問の際はマイクをお持ちいただいて、社名とお名前をお話の上ご発言くださるようお願いいたします。では質問のある方、挙手をお願いいたします。革新報の石澤と申します。よろしくお願いします。ただいま動物公園のリニューアルの発表がありましたけれども、先ほど工夫を凝らした展示設備になるというようなお話がありました。市長として新しい動物公園にどういったところに期待していきたいかというところを教えてください。はい、私も事前に工事の中ではありましたけれども、視察をさせていただいてまいりましたけれども、今までよりもですね、それぞれの動物と身近にですね、こう見れるというかですね、いろいろ工夫を凝らしているなということを感じておりましたので、盛岡の地形というかですね、出雲の中の地形がいろいろちょっと山間部にあるということもあってですね、あれですが、そこもまた上手にこう生かして、今までよりも魅力的な形になってきているのかなと思っておりまして、オープンを楽しみにしております。はい、では他にご質問ございますか。はい、じゃあ岩手日報さん。岩手日報の刈谷です。今年もよろしくお願いします。事前のところで説明ありました、この主な整備施設というところで月のワグマテラスとキリンプラットフォームというところが紹介されているんですけども、もう少しだけこれがどういうものなのかというところをお聞きしたいんですけども、じゃあ担当部の方から。はい、市政部でございます。よろしくお願いします。月のワグマテラスでございますけれども、写真についておりますけれども、少しですね、動物の運動場にですね入り込むような形で、デッキといいますか観覧空間を設けておりまして、現地もですねガラス張りでご覧いただけるということでですね、間近でですね日本ツキノワグマがご覧になられるということで、魅力もですね迫力もこう満点になるのかなというふうに感じております。で、運が良ければクマさんとですね手を前足を合わせてですねガラス越しにこう、観覧するということが可能かもしれませんというような、状況になっております。で、あとですねキリンプラットフォームのところでございますけれども、写真についてございますけれども、デッキ状になっておりましてですね、上からですねご覧いただくっていう形と、あと下からですね見上げるような形でご覧いただく、2種類ご覧いただけますけれども、上からの方はですねキリンのこう頭の高さからですね動物たちを眺めながらのんびりできるということで、下に降りていただけるとですねキリンとかシマウマと、同じ地面の高さから間近で観察できるという形になるかなというふうに思います。これまではですね遠くの方からしか見ることができませんでしたので、このサバンナエリアの動物をですねより近くで観察いただけるということで、彼らのですね魅力も伝わるような施設になるかなというような状況でございます。その他ですね動物公園の各施設であったりとか動物でございますけれども、ちょうどですね動物園の公式のホームページの方で園内の案内マップであったりとか各園にご紹介であったりとか動物のご紹介等もですねご紹介させていただいておりますので、ぜひそちらもご確認いただければというふうに思います。以上でございます。はい、よろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ、IBC さんお願いします。よろしくお願いします。私も少し細かい話で恐縮です。今12月末時点の整備状況、進捗率等が出てればおおよそ何割なのかっていうのを教えていただきたいのと、あと
それに加えて今積雪期ではありますけれども、おそらく雪が多い中で、まあ、順調に予定通り進むのかどうか見通し等も教えていただければと思います。はい、はい、現在のですね、12月末現在の工事の進捗率でございますけれども、ランドスケープ工事の方がですね、全体の 78.6% という形になっております。進捗状況といたしましてはですね、まあ、何度か先ほども市長からも発表いただきましたけれども、4月20日に間に合うようにということでですね、まあ、官民連携してですね、しっかりと進捗共有しながらですね、進めていきたいなというふうに感じているところでございます。まあ、進捗状況としては当日に間に合うようなスケジュール感で動いているところでございます。他によろしいでしょうか。あ、はい、では朝日テレビさん。岩手朝日テレビの鶴巻と申します。よろしくお願いします。私も動物公園でちょっと細かい話なんですけれども、まず全体の事業費という部分とですね、あとその当初その3年ほど前ですか、計画の方が出た頃は例えば宿泊施設を作るとかいろいろこうあったと思うんですけど、当初の計画とちょっと変更になった部分っていうのはどのぐらいあるのか、そのあたりお尋ねします。そうですね、ちょっと全体の事業費ですけれども、すみません、ちょっと お手元に細かな資料がございます。後ほどまた回答させていただきたいというふうに思います。あとですね、計画変更になった部分と申しますか、まあ、施設の中身の部分ですけど、まあ、先ほどの宿泊施設の部分ですけれども、まあ、第3フェーズ以降ということでですね、進めてございましたので、今後リニューアルオープンしてですね、次のフェーズで民間を参入いただくようなフェーズがございますので、そういった中でまあ、民間のニーズも伺いながらですね、進めてまいりたいというふうに思います。全体的にですね、変更になった部分といたしましてですね、まあ、事前に発表している内容からですね、まあ、より具体的に詳細が固まってきたというような状況でございますので、まあ、例えば先ほどのですね、お配りしている資料ございますけれども、例えば牧場エリアなんかですと、よりですね、まあ、ご来場いただいた皆さんにまあ、ゆったりのんびり過ごしていただけるようにということでですね、屋根付きのまあ、東屋のような施設がですね、たくさんこうできたりとかですね、ベンチもたくさん配置させていただいて、こうゆったりのんびり過ごしていただいたりとか、牧場のこう雰囲気の中 ですね、楽しんでいただける、まあ、そういったですね、より具体的な雰囲気が感じられるような形になっているかなというふうに思います。まあ、ちょっとそのあたりのところはですね、先ほどご紹介させていただいたですね、Zoom のホームページの方でご紹介させていただいておりますので、ぜひご確認いただければというふうに思います。つまり現在のこの図の部分は、まあ、今後また追加していくフェーズが変わって、またこう新たな施設をどんどんこう足していくような、そういう形になるということですかね。そうですね、より一層民間の参入を増やしていくような部分が施設内であったりとかですね、あと周辺の施設ということでですね、北西の方ですかね、岩山の展望台側の方に子どもたちが遊べるようなこう遊具等の施設があるような空間、まあ、広場空間があったかというふうに思いますけれども、そういったですね、エリアにつきましては、今回の第1フェーズのエリアからまた次の第2フェーズから進んで第3フェーズのエリアになりますので、よりこう広げるような形で民間参入を流していくというようなことを考えておりますので、まあ岩山公園全体の活性化につながるような形で広げるようなことを考えて、まあ、その際に先ほどの民間の参入を促していくということでやらせていただこうかなというふうに思います。まあ、いずれ将来的には岩山の展望台方面からもですね、入場できるような形のところまでの導入がですね、行けるようになれば、また新たな魅力という形でですね、利用しやすい形が生まれるのかなと思ったりもしますが、今段階を踏みながらということではあります。
じゃあそういったその市長にも伺いますけれども、改めてその、まあ、複数年こう、段階を踏んでこうより魅力的な動物公園になっていくということです。何かこうまたコメントをいただけますでしょうか。はい、まあ、動物公園図も自体はそれぞれも絵が描かれていますけれども、もっとより多くの方々にご利用していただけるためには山全体の魅力をですね、もう少しこうブラッシュアップしていく必要があるのかなと。そして今展望台、梶間さんの方からご寄贈いただいた展望台周辺のところの眺望関係もですね、まあそこ周辺学校林ということでですね、進めてきたわけですが、ちょうどこれ末期に入っておりまして、ここら辺の伐採を進めていくことになっておりまして、これらによってかなり眺望が大きく変わっていく、非常に眺めのいい状態になっていくだろうと思いますので、そういう意味で動物公園と合わせてですね、岩山全体の魅力、これを見上げていく必要があるかなと思っております。です。今年もよろしくお願いいたします。動物のことについてお聞きします。これまでは新しく仲間入りした動物も結構いらっしゃると思うので、どんな種類の何頭が追加になって、でオープンの時にはこういう体制で見せることができますっていうちょっと数字を教えていただきたいと思います。あとすいません、追加でまた新たに何か加わる予定の動物たちがいればその見通しもお願いします。そうですね、このオープンに合わせてですね、新しく増やすという計画というよりもですね、まあ、現在ですね、まあ、当初 の, 動物の、まあ、導入方針に基づいてですね、随時入れているというような状況でございますので、全体の数とかですね、ちょっとそのあたりであったりとか種類につきましてはですね、ちょっと後ほどまたご回答させていただければというふうに思います。はい、はい、他にはよろしいでしょうか。はい、それでは続きまして次第の3、記者クラブからの質問に移ります。ここからは幹事社を代表いたしまして岩田朝日テレビの鶴巻さん、進行の方よろしくお願いいたします。はい、本日司会を担当します岩田朝日テレビの鶴巻です。改めてよろしくお願いします。今回記者クラブからの事前質問はありませんが、各社から何か質問があればお願いします。たびたびすみません、家屋新報の石澤です。まあ、年が明けたということで毎度話題になってはおりますが、市長選についてのお考えをお聞きしたいと思います。先月もまだ発表、何か発表する段階でないということですけれども、現時点でその検討は進んでいるのか、進退についてお考えがあればお聞かせください。はい、まあ、特に何も新たなものはないところでありますけれども、いずれ実は私のちょっと後援会長がですね、12月にちょっとお亡くなりになった関係もございまして、その組織の再編という部分も含めて、後継の方とか含めてですね、そういう手続きを踏んでいく必要があるんじゃないのかというのが役員の皆さんからの声もございまして、やはりちょっとそれなりの期間をちょっと置いた上でですね、タイミングを見て、そういう形の作り方含め、どなたに今後お願いするのがいいのかということも含めてですね、時期を見計らってそれ開いていくようなことで、その役員会の方で方向性、時期ですね、決めていただくということになっても、今の段階で申し上げられる段階ではございません。後援会の方々とも話し合ってということですが、先月の会見では人生100年時代というようなことをおっしゃっていましたけれども、こうまだ今後もやるべきことがあるというようなご意見を感じたところなんですが、そういったものと受け取ってもよろしいでしょうか。まあ、常に
課題というものはですね、いつの時代でもあるかと思います。まあ、そこの中でやはり今後取り組んでいかなければならないもの、特に広域のですね、ゴミの焼却場に伴う部分というのが12月の議会でですね、盛岡市も含めて8市町でですね、12月で議決をいただいて、いよいよ新しい組合を立ち上げてですね、スタートするということになりましたので、これをきちっと軌道に乗せていくということが非常に大切なことなんだろうと、思ってはおるわけです。そういうことで、それらも含めていろいろどういう形がいいのかですね、これらを前進させて行くためにはどういう取り組みが必要なのかということを含めてですね、幅広くいろいろご意見も伺いながら進めていきたいなと思います。ありがとうございます。あともう一つ、今のお話とも少し被るんですけれども、身体のご意向の発表はまだということですけれども、今現在の盛岡の盛岡市の課題、取り組まなければいけないことについて、もし選挙になるとすれば焦点と言えるような部分について、現職の市長としてどのようにお考えか教えてください。今申し上げた部分と、それからやはり盛岡の町というかですね、は人づくり、教育含めて人づくりに力を入れてきたわけですけれども、その後の地元で働いていきたいと思っていた時にうまくマッチングしていない、それから土地利用政策との兼ね合いもあるんですけれども、なかなか大きな企業を誘致するスペースがないということだったわけでありますが、新たな用地確保に向けてですね、地権者の皆様方のご理解のもとにですね、時代の動きに合わせた形での大きな用地の確保の可能性が生み出されてきたと、そこが動き出すことによって道明地区とかですね、野球場周辺の開発、これら盛岡とすればもう最大と言ってもいいぐらいの将来にとって大切な取り組みの事業だと思ってます。だからそこを通じて5000名近いですね、雇用の場が生まれていくような、そういうものをしっかり作り上げていくということが、これからの盛岡にとって大切なことだろうと、人口減少、またですね、地域の活性化含めた部分で大切な取り組みであろうかなと思ってます。力は以上です。いません、 IBC の大崎です。視聴者のですね、移転新築、建て替えの件で、今今月有識者懇談会最終回あって、でまたこれから新たな組織、協議する組織が立ち上げられて、で年内ですか、方針というか計画等を固めていくということなんですけれども、その今の市長のですね、現在の任期中にある程度どこまではまとめておきたいということ、例えばその今候補地として3つのエリア出てますけれども、そういうのの絞り込みはしておきたいとか、そういった展望あるいは見通し等はどのように今捉えていらっしゃるか教えてください。いずれ今いろいろ有識者の皆さん方含めてですね、幅広くこの今想定されている3箇所についてですね、ご議論いただいて一長一短あるわけでありますけれども、それらをですね整理しながら、そしてまた議会の方もですね並行していろいろ勉強会とも開いていただくんだろうと思いますけれども、そういう形の中を総合的に判断をしていく必要があるんだろうと。ただ どこを持っていっちゃあれですが、その相手のある用地で相手がどのように考えているのかということ、こっちが一方的にあそこがいいとかここがいいとか言ってもですね、相手のあることですから、相手の考え方っていうのもあるわけですし、それから憲兵率だ容積率だっていうものをやってた時に、盛岡市役所の床面積がどれぐらい必要になっていくのかということ、どこまでこの集約した新庁舎にするのか、今までの分庁舎の形とかですね、そういうものをどこまでどうしていくのかという、
最終的にはこの床面積どれぐらい必要になっていくのかですね、これに合わせていろいろあの場所等も総合的に判断していく必要があるのではないかなと思ってます。適にとかっていうことは、まあ、今の時点ではなかなか、まあ、あの言いづらいというか言えるもんじゃないということです。そうですね、 まあ、どこもあのそれぞれ、有識者の方々もですね、絞り込むにはそれぞれ一長一短があるということもあるようですけども、いずれここは、詰めていかなければならない、いつまでもですね、あの期限なしで、協議していけばいいというものでもないとは思いますが、どこかでは決断しなきゃないと思いますが、常に相手のあることなもんですから、勝手に一方的にここがいいとか決めれる状況にないということですね。その他に質問ありませんでしょうか。質問がないようですので、以上で記者クラブからの質問は終了いたします。ありがとうございます。はい、鶴巻さん進行の方ありがとうございました。では以上で本日の市長定例記者会見を終了いたします。はい、ありがとうございました。